私たちイベントレジストは、もともとビジネスイベントや、セミナーだったり展示会の、事前来場登録や、事前決済、入場管理の仕組みを提供している会社になります。皆様が、ご来場前に事前登録いただいたこちらの申し込みページもイベントレジストを使って主催者様側で、作成いただいたページになります。見守りサービスへの許諾も、設定されておりまして、皆様お申し込みが完了されたと同時に見守りサービスのご利用がいただける状態となっております。ビジネスイベントやセミナーの会場で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した場合に、利用者の、申し込み履歴に基づいて、その方々にクラスター発生の情報を通知し、感染拡大の防止につなげるという東京都の取り組みになっております。主催者の方が安心してリアルイベントを開催できるように、また参加者の方が安心してリアルイベントに参加できるように、このような取り組みを提供していければと思います。やはりイベントなので、受付で、スタッフの方と来場者の方が接する機会というのがどうしても増えてしまうので、そこの部分を無人化で対応できるように、無人で受付ができるセルフチェックインという仕組みを提供させていただいております。このセルフチェックインの仕組みは、ブースにもご用意させていただく予定ですので、ぜひ体験いただければと思います。3月以降、オンラインのイベントの開催や、オンラインとリアルイベント、ハイブリッドの形で開催いただくイベントが増えている中で、様々な新しい機能というのを提供させていただいております。その中の一つで、オンラインのイベントでも従来のリアルイベントと同様に、スポンサーの方にメリットを提供できるような、プラットフォームをリリースさせていただきました。やはりオンラインで開催するイベントの場合は、スポンサーさんにメリットを提供しにくいっていうのがイベント主催者様の課題の中でこれまであったことなんですけれども、その部分を解決する、サービスとして、今回このエネーブルとの連携を発表させていただきました。ご興味のある方いらっしゃいましたら、Zoom にてご質問いただきましたら、個別に事例をご紹介させていただきます。